Mobius Final Fantasy The Hunter Islands. The exploration has opened at 7:14. Yeah, let's begin the story. それもあるけど、真の獲物はお宝。つまりトレジャーハントよ。たくさん魔物をやっつけて、この地に眠る伝説のお宝を探し求めるってわけ。どういう宝だ？ドリームベセル。夢の器。あるいは夢の船。大いなる夢で満たされる器とも、夢の国へ渡る船とも言われてる。その格好は夢の船とやらの船長気取りか。それにしても夢の国だの船だの、このパラミティアにしてはのどかなおとぎ話だな。パラミティアは夢や希望がいずる国。陽気な夢も明るい幻想もここで生まれる。君が子供の頃に見ていた夢もパラミティアで作られたのかもよ。夢か、覚えていないな。君は過去のないブランクだし、何より大人になったから子供の頃の夢を忘れてる。取り戻してみたくない？今さら。はあ、夢がないんだから。でもお宝は欲しいでしょ。それじゃあ新米ハンターとして魔物と宝を借りまくろう。条件がある。そんなところか。あったり。このモブロックを調べると、君が倒すべき強敵の賞金首の情報がわかるの。そいつを倒せば封印が解け、先に進めると。やっつけた証拠の品を持ってくればね。賞金首って名前の通り、ご褒美もありだから、欲の皮突っ張らせて頑張ってね。余計なお世話だ。受けろ。
発生だ。食らいつけ。おいしい。嵐だ。風よ、響け、打ち込む。はあ、黙って見てろ。はあ、次行ってみよう。やって賞金首をやっつけて進んでいった先に目指すお宝ドリームベゼルが待ってるよ。さっき D ランクの賞金首を倒したから、次は C ランクの敵に挑戦できるよ。とりあえずウォンテッド島に渡って C ランクのライセンスをもらおっか。ウォンテッド島？この島々の中心で賞金首の情報が集まるところ。だから君の他にもブランクが集まるの。ドリームベセルを求めてね。宝と魔物の狩りのライバルか。それにしても賞金首の情報が集まるからウォンテッド島とは安易というか雑な名前だ。それもパラミティアの本質よ。じゃあ行ってみよう。ハントハンターハンテスト。どういうノリなんだ。好きだったかは覚えていない。嫌いじゃないとは思う。やっぱり君この世界の人間じゃないね。感覚違うよ。どう違う？パラミティアの人間は海を恐れるの。海はカオスの領域、いわば魔界よ。カオスは海の闇に潜んで光を憎む魔物を生み出す。海で生まれた魔物たちは川を登って攻めてくる。この辺に怪物が多いのも海に浮かぶ島々でカオスの領域に近いせいかも。そして俺たちブランクは闇の川に流されてパラミティアに来た。川を流れ下ってきた俺たちが川を遡ってくる魔物と戦うのは当然の宿命か。